それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記の26章の12節からお読みいたします。創世記26章の12節からです。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前をつけた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いは、この水は我々のものだとイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸をエセク争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸を死とな敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホボと広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。その夜主が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす、我がしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。アーメン。お祈りします。神様、あなたが私たちにアブラハムを与え、イサクを与え、ヤコブを与え、ダビデを与え、預言者たちを与え、何よりも神様ご自身であるイエス様が来てくださって、ご自分のすべてのすべてを私に与えてくださいました。それを受けたこの弟子たちが私たちにこの聖書を書き送ってくださいました。今日も主よ、この命の言葉、真理の言葉、私たちが今ここに拝読し読むことができ、またここからあなたの声を聞こえできますことを感謝いたします。今日の箇所を幾重にも祝福してくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。創世記の41回目の公開メッセージになります。今日は信仰の遺産ということでお話をします。前回はこの神の選びと賜物についてお話をしました。神様はこの私たち一人一人を選びました。この選びっていうのは、言葉を変えていくならば、長子の権利を与えたってことです。この長子っていうのは、後取りのことです。イサクは、ごめんなさい、この、ヤコブは弟で、また、イサクの方が、この兄と弟がいたんですけど、こんがらがってしまいましたけれども、ヤコブの方は長子の権利が欲しくて欲しくてしょうがないんですね。一杯のこのスープとまた長子の権利を交換したっていう話でした。でも長子の権利、これはですね、全ての人に与えられているんです。長男だけ、次男だけ、次男でダメとかありません。女性にも男性にも与えられております。長子の権利っていうのは、御国の世継ぎの権利なのです。ですから、この御国の世継ぎっていうのは、すべての人が神様の子供としての資格、それを与えられております。だから、私たちはここに作られて、今ここにいるのです。ですから、
それぞれがこの権利、これをですね、聴取の権を大切にしていきたいものです。また賜物は違います。兄に与えられた、このエサウに与えられた賜物、ヤコブに与えられた賜物、どちらかというとヤコブには霊的な賜物、このエサウの方にはこの世での能力っていうんでしょうか、その賜物を与えられておりました。ですからそれをお互いに持ち合わせていくと祝福されていきます。しかしそれは聴取の権利がその人の内側でしっかりと固定されていないと、賜物っていうのは互いに持ち合うことができなくなってしまい、むしろその賜物を持って相手に危害を加えていくっていうことすらできる、そのようなものでした。今日のところに入りましょう。26章の一節に、アブラハムの時代にあった飢饉とは別に、またこの地方に飢饉が起こってきました。だいたい年代的に調べると、アブラハムの飢饉から80年ぐらいはなっていると、まあ私の計算ですけれども、遠い遠いことがまた繰り返してここで起こってきました。そして耐えられなくなって、彼らは下の方に下っていきます。そしてペリシテビドのところまで来るんですけれども、その時に神様はこのイサクに語って、来るんですね。これ以上下がってはいけないよ。エジプトに行ってはいけないよ。ここに留まってなさい。この地はあなたの父親に約束されたんだ。ここにおいて私たち、あなた方は天の星の数のように増えていくんだよ。と言って神様の声がイサクに聞こえてきました。そこでイサクはここに留まって行くっていうことからここが始まりました。さて、まず、イサクっていう人物表って言うんでしょうか。それを少し見ていくことにいたしましょう。まず、イサクは偉大な父親の息子として誕生してしまいました。とっても偉大なって言うんでしょうか。ですから、今の全世界はアブラハムによって祝福を受けるっていう、その直系のこの息子でありますから、これは偉大な父親の息子になりました。二代目ってことになります。ところが、偉大な父を持つ子に起こりがちな状況っていうのもまたいくつかあるものなんです。まず、人間は自分の存在っていうのを、価値をですね、自分で決めていないってことなんです。そんなことと思うんですけれども、実は私たちはですね、これは他者によって決められていくのです。一番最初に自分の価値が決められるのは母親の体内にいる時です。この母親が赤ちゃんができたこと、ああ、よかった、よかった。これは本当に祝福だ。なんとかし、自分の健康を守って丈夫な赤ちゃんを産もうと言って、そしておむつの用意をする、準備をする。赤ちゃんには聞こえてないと思うんですけれども、わかるっていうんですね。要するに自分が受け入れられて、自分が喜ばれているっていうことから始まっていくならば、とても素晴らしいです。しかし赤ちゃんができた。こんな赤ちゃんができたらもうダメだ。生きていけないし、こんな生活なんかできないんだ。って言って、最大の基本的不信は堕退されるっていうことだと思いますね。そういったようなことが一つ一つ私たちの影響を与えております。3歳、6歳、青年時代。それは他者から私たちがどう思われるかっていうことによって私たちは自分自身の価値を決めていくのです。ですから、今度は父親がこの偉大であるっていう時に、特に男の子にとってはですね、父に対して自分がどうかっていうことがとても大きくなってしまうんです。例えば自分自身はですね、高校やっと出たとしましょうか。でもうちの父は中学しか出てなかったからというふうにするときに、ある面で自分は高校出たってことで父を少し超えるような気分にもなっていけるとか、あるいは父親はこんなすごい大学を出た、自分はダメだったとかですね、そういったようなことの一つ一つが大きな大きな影響を与えていきます。アイデンティティっていうんでしょうか。自分の存在価値です。父を無意識にこの比較する。イサクにとってましては偉大な父親ですから。偉大すぎる父。
そしてそういう人たちに対しては周りの評価もすごく大きいですね。周りの評価が大きいってことは自分に対する評価も厳しくなるってことです。ですからイサクはどのようにして育ってきたんだろうかと思わされます。もしその偉大な父が自分の自己主張から子供をお前はくだらんと言って育てたとするならば、その子はやがて立ち上がることができなくなります。そして一生懸命自分で自分の価値を作るために、この、あらぬことまで手を出してですね、この自分自身をっていうふうにして、自分で自分を支えていかなければならなくなってしまいます。幸い、アブラハムはそのようにして子供を育てたとは思われません。イサクの性格、ここ出てくるわずかの姿を見ていくときに、それはよくわかります。アブラハムは理解がありました。ましてや100歳になって、神様の約束で生まれた子供でしたから、アブラハムはとってもとっても大事に大事に育てたはずであります。しかし今度はまた、父親がよくできてしまったときに起こる問題もあります。その問題っていうのは、父親が子供を囲ってしまうってことです。あ、これはダメだよ。これはダメだよ。お父さんがこうしたからね、こういうふうにしてやるんだよ。と言って、子供の主体性をなくして、自分の中で囲んでしまう。愛のつもりなんですけれども、いつの間にか相手からの主体性を奪ってしまうってことすらも出てきます。イサクはまたその可能性もあったかもしれません。さて、イサクの性格が現れてきたのはこの後です。それは、まず父親が亡くなっててしまいました。そして彼がこの一家のですね、主人として、そしてこの自分の子供も持ちました。エサウとヤコブも持ちました。しかし、この二人は争ってましたね。そのような家庭ですから、必ずしもうまくいっているとは限りません。そういった中に飢饉が起こりました。飢饉。それは今までは父親が備えた場所で生きてくる子が来たし、人々から父親の家に自分も尊敬されて生活する子が来ました。でもこの飢饉になってそこにいることはできなくなっていく。そしてこの別の子に移っていかなきゃいけないという時に、彼自身が自分の判断で自分の決断で生きていかなければならなくなっていってしまいました。そしてこのペリシテの地に下っていった時に、彼はまず恐れっていうものを経験したんです。今までの守りがなくなりました。自分の力で生きていかなきゃなりません。アビメレクのところに行った時に、彼らはですね、恐れたんです。何を恐れたかっていうと、自分の妻がそこで奪われてしまうんじゃないだろうかっていう世間の恐れ、怖さっていうものに直面しました。そこで彼は、血統でしょうか、血筋でしょうか、これは私の妹ですと言ってしまいました。父親のアブラハムがそれを二度やってましたよね。血筋っていうのは恐ろしいんでしょうか、これはわからないんですけれども、言ってしまいました。そのようにして、まず本当に恐れるっていうこと、この世界が恐ろしいっていうこと、それをまず彼は肌で感じなきゃなりませんでした。ところが、そういうふうにしているときに、彼はここに言って明らかに罪を犯してるんです。自分の妻を妹だと言ったんですから。ところがここに神様が介入してくれました。そしてアビメレクが見てるときに、二人が夫婦のように歩いているもんですからですね、これは妹じゃなくて妻じゃないかと言ってイサクを呼んで、そしてこのなんちゅうことお前は嘘をついていくんだと言って咎められる。しかしそこで罰を受けるんでなくして、彼はむしろ許されていく、祝福されていくってことが起こりました。これも本当に不思議なことですね。そして先ほど読んだ26章の12節から、イサクがその土地に穀物の種をまくと100倍の収穫があったっていう表現で、その土地でものすごい祝福されたっていうことがここに書いてあります。
さて、アブラハムが、ごめんなさい、イサクは守られていた。そこから出ていった。その時に恐れっていうのと、また彼はですね、守りっていう、神様の祝福っていう、守りっていうと、両方経験していきました。クリスチャン2世です。イサクは。では、クリスチャン2世が今度私たちが現代においてこの出ていく。この世に出ていく。今までは親に守られていた。それが出ていった時にどういうふうになっていくだろうか。この時にやっぱりどのような家庭で、どのような信仰によって育てられたかっていうことが、その人の行動を決めていくっていうことは事実です。例えば、親がいい加減な信仰を持って、そして子供を育てたとしましょう。まあ、立法的であってもいいかもしれません。親が自分を守るために子供を犠牲にするような中、そして神様、神様って言ってるような親です。そして、その人が世間に出ていくときに、その子はですね、自由を感じるんです。自由。要するに、家よりも自由なんです。世間の方が。そうすると、家に戻らないですね。そして、この世っていうものの中に、どっぷりとますます使って歩いていくようになります。しかし、親に本当に正しく愛されて、そして育っていく。そして、やがて世間に出ていく。その子は何を感じるかっていうと、世間に恐れを感じるんです。世間が怖いってことを感じる。すると同時に、どこが一番安全で、どこに本当の命があるか。世間にこの面白いことはいっぱいある。あれもある。これもある。しかし、そこは危険であるってことをわかります。そして、うちでいた時、あの時の我が家の方が、うーんと安全で命があるってことがわかります。その子は神のもとにまた帰ってくることができます。このようにして、このクリスチャン2世っていうのは、このような家庭っていうのを直面していくんですね。ですから、やっぱり、イサクは本当に神様、親に愛されて、神様中心によって育てられておりました。ですから彼はですね、本当に正しい判断ができたんです。怖い。ああ、妹です。って嘘もついてしまった。でもそこにいて守られた。ああ、これは神様の守りなんだ。自分はなんてことをしたんだろう。そしてそこから次に彼が行った行動、取った行動。それが15節から書いてますけれども、これはとっても正しい行動を取ることができていきました。ペリシテ、このイサクがあそこでとても祝福されたものですから、ペリシテの人たちはこれは妬みました。イサクには神様ご自身の祝福があったんですね。ペリシテの人たちは普通の生活でした。そしたら、ペリシテの人たちは妬んで、あなたたち、ここにいて私たちのところにいてこんなに豊かになって気に食わん。出てってくれ。っていうふうにして言われてしまったんです。皆さんだったらどうしますか？そこにいて一生懸命働いて、このいろんなものをできた、祝福された。皆さんだったら出てってくれって言われたらどうしますか？しかも、イサクは彼らよりも強力な部族になってたってことも書いてますね。それは、イサクに言った、あなたは我々と比べてあまりにも強くなったってこう書いてます。自分がそこに行ったら、とてもまだ弱くて弱くて、出てけって言われたら、はいはいはいってですね、出ていくのは当たり前でしょう。でも、敵が言ってる、相手が言ってるんです。あなたは私よりもずっと強くなってしまった。だから出てってください。と言われます。私だったら出ていかないですね。なんて言うんだって言ってですね、相手をむしろやっつけて、相手を追い出していくに違いありません。しかし、イサクはここで、さっと出ていくんです。さっと出ていく。これは、すごいことですね。17節に、イサクはそこを去って、ゲラルの谷に天幕を張って住んだ、と書いています。どうして、イサクはこういうふうにしたんでしょうか。
彼は世間に出た恐れを感じた。しかしそこにて神様の憐れみを知った。そして分かった。父アブラハムがどのようにして神様に守られて祝福されてきたか。神と共に生きるっていうことがどんなに神様の守りがあるかを知ったんですよね。だからこそ彼は出れたんです。神がいたから。神様が自分自身を必ず守ってくれるっていう確信を持ったからです。この世間っていうのはこういったものなんだっていうことがよく分かったからです。相手を脅し、ゆすり、退かせることもできるけれども、それはしませんでした。ペリシテ人がしたことは最も卑劣なことです。なぜならば砂漠地方において井戸を塞ぐっていうことはですね、これは本当にこの命を絶とうとすることに等しいことです。ちょっと何か奪われたっていうんじゃなくて、自分自身の命を絶たれようとしたときに、どうぞって言ってそれを譲ってしまったんです。ですからすごい決断です。自己主張しないで彼は譲りました。では、イサクはなぜこれができたんでしょうか？なぜ自分から退くことができたんだろうか？それは、父親が以前掘った井戸を知ってたからです。父親が以前掘ってた井戸、あそこに行けば水が出るってことを知ってるんです。例えば、アブラハムも実は以前このアビメレクからですね、井戸のことで争ったんです。ところアブラハムは絶対譲らなかったんです。しかしイサクは譲ったんです。どうしてこれが起こるんだろうか。それはアブラハムの時はその井戸は一つしかなかったからです。一つしかなかったからです。しかしまあイサクはここにある井戸、しかし、あっちにもあるってことを知ってるんです。例えば私たちが一冊の聖書を持って、これが命として、そしてこれを取り上げられる。これは私の命なんだ。これをよこせって言ったって、そんなに簡単になんかですね、やれないですね。喧嘩してでも守ろうとして、場合によっては相手を殺しても守ろうとします。でも、この聖書を捉えても、家に行けばあと2、3冊あるって言ったらどうですか？くれてやれよって言ってですね、ここで渡したってどうってことないですよね。他に持ってるからです。アブラハムはこれしかなかったんです、その時は。しかしイサクはいくつも知ってるんです。井戸を知ってるんです。あ、これ取られたって、じゃあ私はあそこに行こう、あそこに行って掘れば水が出てくるんだから。これがあるからこそ譲ることができたんであって、もし一つだけだったら、やはり譲ることはできなかったはずです。これは信仰の遺産です。イサクがそのように自分で井戸を掘っておいたんじゃなくて、アブラハムがやったこと、それよーく見てるんです。そして、井戸の掘り方を知ってるんです。どこに行ったら水が出て、どう風にしたら私はその井戸の水を汲むことができるかっていうことをイサクは知っているんですね。だから彼は譲ることができたんです。ペテロの第一の手紙の一章の3節から4節までに、第一ペテロの一章の3節から4節に、私たちの主イエス・キリストの父である神がおめたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、あなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。そうです、地上でいろんなことが生まれたとしても、私たちには天に朽ちず、汚れず、しぼまない財産があるんですね。だから、その財産があるからこそ、今ここにあるものを捨てることができるんです。財産がなければ捨てることはできません。
イサクには財産があったんです。その財産は父親からの遺産としての財産でした。で、その遺産っていうのは信仰でした。で、信仰っていうのは誠の命と宝なる神様と私が直結するその道。それをイサクは受け継いでいたんです。また、マタイの6章の19節に、あなた方は地上に富を積んではならない。そこは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。ここがイサクの財産があったんです。あったからこそ彼は譲ることができたということができます。この地上が生きるところではないっていうこと、そして祭壇を築くっていうこと、そして礼拝するっていうこと、神の声を聞くっていうこと、祈るっていうこと、これらのことは父親がしてたことをよく見てたんです。ですから彼はこのそこから離れて行ってもそれをよくすることができたんですね。信仰の遺産、ここで間違わないでください。信仰の遺産っていうのは信仰そのものを与えることではありません。これはできないんです。親であったとしても子供に信仰を与えることはできません。信仰はそれぞれが神様から受け取って持つものであって、親から引き継ぐものではないのです。親がすることは、その財産なる神様との交わり方、つながり方のことなんです。これが遺産になっていくんです。教会でも信仰を誰にも与えることはできません。信仰を与えることができるのは神様が直接その人に与える以外には持ちようがないのです。アブラハムはイサクに命を授けたんでは、永遠の命を授けたんではなくして、どうしたならば永遠の命を持つかっていうことを十分に残したんです。その遺産を残したんです。イサクはあまりにも素晴らしい父親を持っていました。素晴らしい父親を持っておりましたから、今ここでアビメレクから自分の命の道が閉ざされたとしても、彼にとってはですね、いいですよ。私はじゃあこっちに行って命をいただくことができますから、と言って譲ることができました。多くの信仰の遺産、豊かさ。だから、退くっていう豊かさを彼は持ってたのです。それは、自分自身を譲るっていうこと、自分自身の自我っていうのをこれを退けるっていうこと、これはあらゆることにおいて通ずることです。その結果どうなったでしょうか。その結果どうなっただろうか。そうしたらですね、このアビメレクの方がイサクを恐れるようになってきました。26節。あ、ごめんなさい。26節。26節でいいんですね。はい。アビメレクは参謀のアフザトと軍隊の長のピコルと共にゲラルからイサクのところに来た。イサクは彼らに尋ねた。あなたたちは私を憎んで追い出したのに、なぜここに来たのですか？彼らは答えた。主があなたと共におられることがよく分かったからです。それで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々との間、我々とあなたとの間で契約を交わし、あなたと契約を結びたいと言って、むしろ向こうからですね、和解しましょう。共に行きましょう。
私たちを見捨てないでください、みたいな風にして相手から言ってきたってことがここに書かれてあります。第2コリントの4章の7節から10節に、第2コリントの4章の7節から、ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにない。この偉大な力、譲るって言った力、これは神から出たものであって我々から出たものではない。続けて、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためです。譲るってことは、イエスキリストの前に自分死が死ぬってこと、それはキリストと一体となっていく。キリストと一体となったら、必ずそこには復活命が同時に現れてきます。彼は今それを得たのでした。そこで皆さんはクリスチャン2世ですか、3世ですか、4世ですか、どうでしょうか。いや、私は初めて、私が神様を信じましたっていう人、日本中の中に多いと思います。しかし言わせていただきます、皆さんはクリスチャン2世ですよ。どうしてですか。皆さんの信仰の父は誰ですか。アブラハムですよね。アブラハムです。ですから今私たちは父を持ってるんです。信仰の父を持ってるんです。この聖書を通して、アブラハムこそ私たちの父です。信仰の父です。だとするならば、私たちはアブラハムを見習うべきです。アブラハムがどういうふうにして神様と接し、どのようにして豊かに交わって、そして人々からどのように思われてきたかっていうこと。これは私たちに当てはまります。二世だからです。これを私たちは大切にしていく必要があります。皆さん、クリスチャン2世です。イサクです。どうかイサクのように生きていきましょう。井戸のありかがわかりますね。聖書を通していつも教えられております。そしてそこに行きましょう。そしてそこを掘っていきましょう。神様は皆さん一人一人、豊かな井戸の水を与えてくださいます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を感謝いたします。アブラハム、イサク、そして今、私たちもこの信仰の遺産を受け継ぐことができておりますことを心から感謝いたします。今では誰か、どこにも命がありませんでしたから、自分の命を自分で作っていました。そしてまた人々によって命を作ってもらおうと、人々との関係の中にて争ったり、また自分自身を卑下したり、そんなことを繰り返してきました。しかし今、私たちは聖書を通してアブラハムの子孫、またアブラハムの息子であることを知りました。だから主よ、今までの方法ではなくして、神によって自分自身を見ることができますように、アブラハムのごとくにして神様との豊かな交わりの場所にいつもいつも留まることができますように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。